本当に初心者から、ね、プロ目指した育成のところまで、まあ、全部自分が手掛けてるわけじゃないですけど、見てきてるんですけど、これって、やっぱね、ユーサーの話を聞いてて、すごい思うんですけど、初めって一番大事なんですよね。初め楽しいって思うと、結構後々まで頑張れるんですよ。はい。おっしゃいました。まあ、また聞きだからね、どこまで本当かわかんないですけど。そうですね。だから本当にだから、あとはその、テニススクールでも、まあ、やっぱり、テンションが同じでも、引っ張る、速さや、乗った時のセットアップ、テンションアップなどのセッティング、ストリングは当然人ですから、癖があります。マシンそのもの、構成にも幅があります、などの、相方、経営をそそのかして、かわせよう。前作のスピードは良い球飛んでたけど、なんとなく手になじまなかった。多分今の方が、オセチク2の方が、2.0 の方が、ちょっとホールド感強いんじゃないかなと思います。ヘッド全般に言える私の思い込みなのか、たまーに貸してもらうと、良い結果出るんだけどねっていうので、はい。2024年のコメント返し、はい、自己肯定感を上げるテニス講師加藤でーす。まあ、今回もですね、はい、ありがとうございます。いろいろと、いただいております。まずどこからいきましょうかね。はい、ぴよぴよちゃんとこの返信からいきますね。今年もですね、ちょっと遅いですけども、多分これはもう1月の半ばぐらいにアップされてるんじゃないかなと思うんですけど、よろしくお願い申し上げます。はい、どんどんですね、コメントをお答えしたいと思います。またこれ、テニスの楽しいコメント。はい、ぴよぴよちゃんから行きましょう。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。去年はたまたま新旧の動画を見つけてコメントさせてもらってから始まり、いろいろ励ましてもらった日々でした。本当ありがとうございました。今年も動画楽しみにしてますんでね。はい、もうモチベーション褒めて伸びるタイプなんで、はい、モチベーションアップで、はい、ぴよぴよちゃんもどん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 些細なことで、もう本当どうでもいいんじゃねえかっていうところまで、コメントしていただけると、助かります。最近、ちょっと僕、今これ朝撮影してるんで、最近ハマってるね、佐藤商店、完熟バナナジュースのパン屋さん。めっちゃうまいですよ。中にバナナが丸ごと入ってて、丸ごとっていうか、はい。っていうのでね、ちょっと今日は食事しながらなので、はい、よろしくお願いしますね。リュウさん、はい、久々、加藤コーチのラケットインプレ。まあ、インプレになってるかどうなのかっていうね。たまにわけのわかんない、やからっていうか、まあね、某どこどこさんと比べたらクオリティ低すぎるとか言われるんですけど、ちなみに、お知り合いのところとか挙げられると、いやいや、そもそもそこと競ってるわけじゃない。そんな、ね、めちゃくちゃね、朝からきちっとやってるわけではないので、はい、人にしないでください。ただ残念、まあ、ふわっとしてる感じで、忖度なしにただ喋ってるっていうね、はい、イメージ捉えていただけると、はい、なので、リュウチさん、ありがとうございます。フラット系の威力が出やすいなら試してみようかな。ただ冒頭、ちゃんと見てみたいな、ありがとうございます。ただ冒険するのもなんだから、相方、経営をそそのかして、かわせよう。前作のスピードは良い球飛んでたけど、なんとなく手になじまなかった。多分今の方が、オセチク2の方が、2.0 の方が、ちょっとホールド感強いんじゃないかなと思います。ヘッド全般に言える、私の思い込みなのか、たまーに貸してもらうと、良い結果出るんだけどね、っていうので。はい。もう、リュウさん、リュウさんの好きなだけといいと思うんで。うんうん。でも、楽してボール飛ばしたくて、ダブルスメインだったら僕チームとか MPL で全然十分だと思います。めっちゃ飛び返し、相手が結構強い球飛ばしてくれてもボレーでパパーンって楽にしのげたりするので、はい、僕個人的にはおすすめだと思います。はい、リュウさん、本当にありがとうございます。はい、間接的に上達するアドバイス、コメント返しね。マルブーさん、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ちょっと遅いですかね。スクールシティの新旧ですが、通えるクラスが増えるのがメリットですね。あと、練習相手として、相性の良さそうな人を探したり、習ったことのないコーチのレッスンに行くのも楽しいです。上級クラスを教えてるコーチって、テニスはうまいけど教えるのがあんまりな、ヒッティングパートナーみたいな人が一定数いますよねって、まあその通りですね。まあだからその、何を思って上級って、上級クラスも、しっかり教えてほしいっていう人と、上手い人と打ちたいって人もいるので、うん。これは、ごちそうさまです。人それぞれだと思うんですけど、まあだから、教えなくてもいいけど、ちゃんとその人のものをボールをこう、で、ヒッティングして、ギア上げてあげられるっていうのが、まあ一番いいんじゃないかなとは思うんですけども、はい。あ、昔やりました。
あの彼女探し、嫁さん探しに来てるっていうお客さん、もう20年も前だから、まあでもその時はうんと思ったけど、まあ理解はできなくないかと思いつつですね、はい、あるお客さんがそんな不純な動機で来るんだってめっちゃ怒ってはいないですけど、はい、はい、おっしゃってました。まあまた聞きだからね、どこまで本当か分かんないですけど、そうですね、だから本当に、だからあとはそのテニススクールでも、まあやっぱり余計なしがらみがなくて、楽しくテニスができてちょっと上達できるっていうのもやっぱり大事ですよね。要はいわゆる仲持ちでやってるのとコーチがいてねレッスンしてるのとの差別化は図らないとダメだなとは常日頃思っております。はい、ありがとうございます。はい、また龍一さん行きましょうか。鼻がムズムズするな。加藤コーチ、明けましておめでとうございます。あ、これ1日にちゃんといただきました、おめでとうございます。今年もよろしくっていうのね、すみません酔っ払ってますので明日見直します。見直していただいて光栄です。もうこのよろしくね、横浜銀杯さんから来てるんでしょ。めっちゃ入りました。裏ボタンとかつけたことありましたよ。めっちゃ母親にバレて呆れられましたけど、はい、ありがとうございます。で、とうちゃんさん、こんばんは、とうちゃんです。今年もよろしくお願い申し上げます。なんて律儀な方々なんでしょうか。もうお正月の一品ですね。僕はガー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 寝てるようなところに、はい、よろしくお願いいたします、とうちゃんさんね。さて、とうちゃんの考えるシダラケット対策は、購入前提での貸し出しにする。ただしそのショップで購入しなければシダラケ代を頂戴するというパターンです。とうちゃんの通うスクールは体験入学あります。うん、入校すればタダですが、入校しない場合は税込み1100円となります。そのしだらけ版です。いかがでしょうか。ごめんなさい、ちょっとティッシュは積んでるが、今ねビデオの調子が悪くてティッシュの上にビデオ載せてるんでしょ。なのでティッシュ取れなかった。でね、その大しだらけ版ですというのでね、いかがでしょうか。嫌という人は大体購入の意思もなくしだらけと借りつもりでしょうが、ですから、端から単から問題がですね、そうです。あとストリンギングですが、コンピューターマシンで設定テンションが同じでも引っ張る、速さやノットの時のセットアップ、テンションアップなどのセッティング、ストリンガーは当然人ですから、癖があります、マシンそのもの構成にも幅がありますなどの、要素が打感に微妙に絡んできます。貼る時の温度湿度はいつもの一定範囲だと仮定してです、この辺はホームストリンガーにして化学材料やのとちゃさすげーとしては打感に関与する譲れない要因ですね。ではまたっていうので、まあ同じ店とか同じスクールで貼ってるとね、いいと思いますし、いやでもそうなんですよね。もうだからまあ大体でも見りゃ分かります。あ、こいつって言っちゃあれですけど、あ、この人なんもなとか、だスクールでめっちゃ借りまくってとか、お店で借りまくってよそで買ってるお客さんって、もちろん表では何も言えないけど裏ではあの人ねっつってあります。でも結構一定数あるとあるみたいです。他のテニススクールの講師と話しても、あ、もうそういうお客さんもいるよって、もう無理無理、でももう貸さないしょうがないじゃんとか、ショップとかでもね、いやもう全然普通にいますよっつって、でこっちの知識だけ持ってってっつって、でこれ買いましたってね、どう思うんだろうなと思いますよね、そういう人って。まあでもしょうがないって言ったらしょうがないんでしょうけどね。じゃあ自分で考えて買った方がいいんじゃないと思うしね、自分だけ得しようっていう考えの人は必ずいつか滅びると思うので、はい、そういった意味ではですね、とうちゃんさんナイスアドバイスありがとうございます。はい、次ですね、ゆうさんよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ゆうです。今は楽しそうにテニスをしていますが、ここまで来るのは大変でした。お子さんの話ですね。最初の1年はよくテニスに行きたくないと言っていて、コートに入っても気が乗らずベンチで座っていたりしました。テニス頑張ったらお菓子買おうねとか、そんなやり取りをしました。いいパパっすね。そこそこ慣れてきたら多少嫌でもスクールに連れてきました。学校は多少嫌い嫌でも行くし、テニスも日常にあるのが当たり前という環境を作りたかったです。最近はのリビングにスポンジボールとラケットを置いて、私がボールをついていると一緒にしてくれます。妻には家で気をつけてと軽く注意されます。今日は子供から明日テニスやりたいと言われました。お正月なので市のテニスコートもスクールもやっていないので申し訳ない気持ちですが、そういう気持ちが生まれてきたことを嬉しく思いますというので、まあそうですよね。でこれね、だから今本当に初心者からね、プロ目指した育成のところまで、まあ、全部自分が手掛けてるわけじゃないんですけど、見てきてるんですけど、これってやっぱね、ユーさんの話を聞いててすごい思うんですけど、初めって一番大事なんですよね。初め楽しいって思うと、
結構後々まで頑張れるんですよ。だから結構、まあもう両方大事ですよ。あのきっかけになるコーチもね、プロフェッショナルなスキルを持ってるコーチも、まあ伊達さんはあのカモンキッズ展示だけなんか本の中でね、引き渡し受け渡し段階を踏ませる時のコーチのこう引き渡しが大事になってくるってお話をされてたのを記憶してるんですけど、結局あのテニスの技術以上に、あこのコーチと一緒になんかテニスしてると楽しい。それではなんね、コーチが好きで来てる、テニスが楽しくなるっていうので、だんだんこう、すれ違ってる。インストラクターの、テニスの技術よりも、そういう気持ちを向けされるのね。はじめじゃあ僕のレッスンが楽しいで来てくれてる子がいる。それはそれで OK。でもそれが、だんだんテニスが楽しいって方向にこう、持ってってあげるっていうのは大事なんです。だから一番初めのテニスコーチって、かなり大事になってくるんですよ。だからもしかするとそのユウさんの初めの時のコーチか、今行きたいって言ったコーチのそのコーチのこのなんかパッションの差かもしれないし、お子さんとの波長の合う合わないかもしれないんですけど、だからそれね結構大事だと思うんです。そこで軌道に乗ってしまえばある程度バーンっていってしまうっていうか。で、あとは成功してる事例とすると、親が自分のテニスを頑張ってて、子供そっちのけって言うと、そういう親御さんね、結構ジュニアで強いこの親御さんいらっしゃると思うんですけど、ちょっと語弊があると思うんですけど、要は自分がテニスは本当に何よりも好きで楽しんでるっていうのをお子さんに見せてると、お子さんもそれが楽しいってなるんですよ。やっぱり自分の、やっぱり、まあ、なんだっけ。親の姿を見て育つじゃないですけれども、だから親がテニスやるしかやってる、あ、自分もテニスやりたいなっていう、このプラスのサイクル。もちろん試合とかにはね、引率するし、ね、かといって勝ち負けには特に何も言わない。うん。ただね、これ余談なんですけどね、もう10年以上前の方がいいんですけどね、楽しんでくればいいよって顔が引きつけてる親御さんね、あれ一番怖いですね、子供。いや、絶対思ってねえだろ、みたいな。子供と動物って感覚はすごいから、親がこれ絶対に負けたら怒られるんだろうって、やっぱり、ね、あるんですよ。その全国とか行った子とかでね、海外行った時、日本人の子で行った時、話聞いた時に。いや、マジでもう親の顔色がもう本当に嫌だったっていうのがあるから、からそういう意味では、ゆうさん今いいステップを踏まれてると思うし、この調子でぜひ頑張っていただきたいなっていうのは、思います。はい。なので、頑張って。行きましょう。私もお力添えできる。なんかね、ゆうさんの悩み聞くぐらいしかできないですけど、でもそれでもね、ちょっとでもね、前向き向けるようだったら、どんどんですね、リアルタイムで、はい、匿名性も高いのでね、よろしくお願いいたします。共に2020年、またパワーアップしていきましょう。リスさん、今年1年、毎日投稿お疲れ様でした。2023年の、まだ読み損ねたやつですね。すいません。いろんな切り口でテニスのあり方を考えられるように、来年もよろしくです。で、いつになったら店長のガット張り動画出してくれるの、わらわらってね、店長、あれです。これは財産だから見せないって、めっちゃ、言ってましたんで、はい、ぜひですね、今度来た時にガッと張ってる姿を、見てください。はい。なのでというのでですね、あんま手元をね映したがらないですね、プロフェッショナルな方は。はい。なのでまたなんか機会があったらこそっと撮っときます。はい。といった形でまた長々と喋ってしまいましたけどもね、いかがでしたでしょうか。また2024年はって言いながら撮ってるんですけど、結局これ上がってるのは1月末ぐらいなので、なんとも言えない、今更何言ってんのかどうこうってなっちゃうと思うんですけど、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。また皆さんともにね、楽しんでいきたいと思います。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言われてますんでね、加速度的に真剣に1秒1分無駄にせずにですね、共に、本音で語りましょう。では、さよなら。プリテテニスは障害スポーツです。初心者の方からプロを目指す方までぜひお待ち申し上げております。経験豊富な男性女性スタッフが揃っているのはとてもおすすめポイントです。ではお待ちしております。アロマンチュー。